浅野忠明治25年11月14日は、江戸時代末期の広島藩の筆頭画廊、後に新職。三原領主浅野野第十一代当主。第九代当主、浅野忠正の子。忌み川はじめ忠介、後に、忠安。通称は東都海、東うと殿も、大和、と、田、中野城。号は、えの木か天保14年9月、43歳にして、 老齢を理由に、先代、浅野忠孝が隠居し、忠孝の子、浅野忠秀は幼年だったため、家督を継いだ。家営六年のペリー来航を機に、家老の上田モンド、浅野豊子と連署した、憲白書を、藩主浅野彩祝に提出し、辻正ともらと共に、反省改革を行おうとするが失敗した。そして、安政二年、藩主浅野長君に、 失政更迭と改革派の登用を訴えたが、側近に阻まれ入れられず、翌安政3年3月に山を理由として、隠居を申し渡された。領地の三原に帰ったただしは、自流に合わせて、様式の標法を採用、法題を築いた。その後、文久2年10月より、反省に服し、軍政改革を行う。明治元年5月、政治道副総督となった。 廃藩地検後の明治5年、五福島神社宮寺となった。明治25年、74歳で没した。大正5年、聖五位を追造された。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人明治天第五藩、株式会社ん制度、2009年25ページ。田尻左辺。 増位所見伝造保番上特使増位年表 B41 ありがとうございます。